おい、嘘だろ。なんで俺の家がこんな廃墟になってるんだよ。みんなどこ行ったんだよ。他の家も覗いてみたけれど、人の気配はなかったわ。ちくしょう、一体何がどうなってやがるんだ。ねえ、君たち誰か探してるの？ごめんごめん、驚かせちゃったよね。ちょっと訳ありでこっそり近づいたの。君たちのことはブオー・ゾラージャから聞いてるよ。ブオー・ゾラージャだと？ようこそ神聖アレクサンドリア連王国へ。私の名前はスフェーン。この国のリオーだよ。今度はリオーと来たか。連王国ってことはまさか。うん、そのまさかだよ。リオーである私とブオー・ゾラージャ、トライオラと同じ連王体制でこの国を治めてるんだ。お前たちがトライオラを襲わせたのか。そしてリオー様自ら侵入者を排除しに来たってわけね。違うよ、私は君たちと敵対するつもりはない。ここだけの話、連王体制って言っても協力関係は上辺だけで、私はゾラージャ王と敵対してるの。本当のことを言うとね、危険を承知で君たちに協力を求めに来たんだ。どういうことだ？あのゾラージャが自分の他にも王を立てるなんて、確かに違和感のある話だが。この神聖アレクサンドリア連王国はね、もともと私が統治する国だったの。だけどある日ゾラージャが突然やってきて、私たちを武力で支配しようとした。なんとか交渉した結果、こちらの技術力を提供する代わりに私を利用として据え置く連王体制に持ち込めた。リスクも伴う大きな賭けだったけど、大切な国民たちを守るためにはこうするしかなかったの。ちょっと待って、このドームが出現したのはつい最近のこと。それなのに国の体制がどうとか、たった数日の話とは思えないわ。ここは昔からヤースラニ荒野だ。オタクの国があったはずがない。その証拠に俺たちが住んでいた家だってある。3年前に帰郷した時にはこんなに寂れちゃいなかった。あんな塔も周りのおかしな装置もなかった。オタクらは一体どこから来たんだ。この村の住人たちはどこに行った。ごめん、気
急に言われても混乱しちゃうよね。私たちも詳しく把握できているわけじゃないんだ。でもね、事実として私たちの国があったところに、ある日突然トライオラの人たちが転移してきたの。もしくは私たちの方が転移したか。君たちがドームと呼んでいる障壁の外がどうなっているかは、つい最近まで私たちもわからなかった。だからそういう風に考えるしかなかったんだ。なあ、クリスタルタワーの状況と似てないか。あの塔は第八霊災後の原初世界から第一世界の過去へと時空を超えて転移したよな。もちろん規模は違ってるし、見たところこのドーム内では建物や住人だけじゃなく環境そのものまで変化が起きている。だから全く同じ現象だとは断定できないが、レイクランドの住民が転移してきたクリスタルタワーを突然現れたって感じたのと似てる気がしたんだ。驚いた。君たちいろいろ知ってそうだね。これは期待しちゃうな。なら私が憶測であれこれ説明するよりも、実際に現状を見てもらった方が早そうだ。この先の集落、アウトスカーツに案内するよ。そこにはシャトナ族の人たちも何人かいるから、君の知り合いも見つかるかもしれないよ。どうする？敵地である以上罠って可能性も十分あると思うけど。ゾラージャを倒すためにはこの国を通して奴の強さの秘密を知る必要がある。それによ、そうね、分かったわ。リオースフェンだったよな。集落に行く前に一つ確認させてくれ。トライオラの襲撃にはお前も関わってたのか？スフェーンでいいよ。堅苦しいのは苦手なんだ。あの機械兵や飛空艇は確かにこの国の技術だよ。だけど本来は戦闘能力なんてなかったものをゾラージャ王が兵器へと改造してトライオラを襲わせた。つまりゾラージャの独断ってことだな。それを止められてないんだから私も同罪だよ。お前がどんな奴で何を背負ってるのか私はまだ知らねえ。ひとまずアウトスカーツってとこに案内してくれ。民を見れば多少なりともわかるはずだ。はい、受けたまわりました。それじゃあ皆さん、私についてきてください。君も私を警戒してる？それとも心配してくれてるのかな？じゃあもしもの時は、君が私を助けてくれる？なんてね。でも君が一番強そうだ。
伝統的な農業が受け継がれている町、アウトスカーツだよ。あれ？誰かと思えばスフェーン様じゃないか。今日はどんなご用で？おい、みんな！スフェーン様が来てるよ！パケネさん、元気そうで何より！ケトネも新しい仕事には慣れた？へえ、王様だっていうのに随分国民たちと距離が近いのね。ナマチと似てるんじゃない？私と？距離が近いか。私がみんなのこと大好きだからそう見えるのかな。この国に暮らすみんなのことなら、どんなに些細なことだって知りたいと思うんだ。知れば知るほど、ますます好きになっちまうんだよな。文化も人も。そうそう、そういうこと。彼女、ここで慕われているのは間違いなさそうね。スフェーン様、いらしてたんですね。こちらの方々は？トライオラの武王ウクラマトとその仲間の皆さん。障壁の外から来た人たちだよ。私の大事なお客様だから怖がらなくて大丈夫。なんと、外とつながったという噂は本当だったのですね。ウクラマト様がまだお若いということはやはり。おっと、申し遅れました。私はこのアウトスカーツのまとめ役、ペポーネと言います。ペポーネ。オタク、もしかしてヤースラニ荒野のトナワータ族か？ええ、もしかしてあなたはテッシャパニ出身のシャトナ族ですか？ああ、そうだ。オタク、カフキワという人物を知らないか？カフキワさん？残念ですが、聞き覚えがありませんね。そうか、カフキワは俺のお袋なんだ。ヤースラニの住人が生きていると分かっただけでも朗報と言えるが。え、君カフキワさんの息子だったの？言われてみれば似てるかも。お袋を知ってるのか？まあ、そうだね。教えてくれ、あいつは今どこにいる？ごめん、ちょっとここじゃ言えないかな。後で必ず教えてあげるから少しだけ待っててくれる？ペポーネ、教えてくれ。あの日ドームが出現した時、サカトラルで何が起こったのか。ドーム、障壁が出現した日ですか？そうですね、確か
数日前に起きた大地震で壊れた棚を修理していたんです。そのうちにまた揺れたと思ったら、あたり一面が光に包まれて、気づいたら全てが混ざっていたような。おぼろげな記憶で申し訳ありません。無理もないよ、30年も前のことだもん。どういうことだよ、30年前って。どうもこうも本当のことだよ。私たちは間違いなく天意から30年間生きてきた。君たちの時間とずれてる理由は私にもわからなくて、つい最近ゾラージャ王がヴァンガードを完成させたけど、それまで障壁の外には出られなかったし。とっくに死んだと思っていたお前をこの手で討ち取る機会を得ようとは、まさに強行だ。30年。だからゾラージャは親父がもう死んだものと。第一世界と原初世界でも時間の流れにズレはあった。次元の狭間っていう不確定な時空を挟むからだ。それと同じくこのドーム内でも時間の流れ方が外とは異なっていたのかもしれない。まだ断定はできないが、俺もその線を疑ってる。そうだとすると、ゾラージャが基地を作り、原初世界と物理的につながったことで、時間の流れもそちら側に同期したってところか。いずれにせよ、もっと情報が欲しいところね。ねえスフェン、少しこの街を探索したり話を聞いてきたりしてもいいかしら。もちろん、好きに見てきていいよ。ありがとう。じゃあしばらく自由に行動させてもらうわね。俺も顔見知りがいないか探してくる。私らも行こう。正直何が何だかわからねえけどよ、ゾラージャと戦う前にこの国について知っておきたい。そういうことでしたら、この町の生業を見学なさってみてはいかがですか。ここではトナワータ族の農法にアレクサンドリアのエレクトロープ技術を合わせ、革新的な農業を実践していましてね。私も一緒に行く。スフェーン様、何もあなた様まで。大丈夫大丈夫、仕事の邪魔はしないからね。やれやれ、いつものこととはいえ、くれぐれも気をつけてくださいよ。はーい、じゃあ決まりね。二人とも、私が案内するからついてきて。まだあいつを完全に信用したわけじゃねえけど、少なくとも民を大切にしてるってことは間違いなさそうだな。
なんだ？行こう。スフェーン様。間もなくです。
俺の声が聞こえるかい？スフェーン様がいらっしゃったわ。大丈夫、みんなここにいるよ。もグランモ様。ん？どうしたの？おい、それって。私がナミイカに送った腕輪じゃねえか。ナミイカさんのこと知ってるの？知ってるも何も。ナミイカは私が幼い頃から世話になってた乳母だ。そうだったんだ。ナミイカさん、みんなの話はよく聞いてくれるのに、自分のことはあまり話してくれなくて。本当にお前なのか？ドームの出現に巻き込まれていたのね。そしてここで30年の時を過ごした。ナミイカ、私だ、ウクラマトだ。残念ながら彼女は高齢でお迎えが近く。魂のストックはもうないのかい？アルさん、真面目な人だったからね。でももう寿命だろう。スフェーン様、送迎係が参りました。ナミイカさん、長い間ありがとね。でもこれはお別れじゃないよ。あなたの記憶が刻まれている限り、あなたの命は永遠に継承されていく。記憶と命は受け継がれていく。ヨカフイ族の考え方と似ているわね。待て、ナミイカをどこに連れて行くつもりだ？安心して、塔の中にある医療施設だよ。ここにいたら体が辛いでしょ。本当はもっと早く迎え入れてあげたかったんだけど、ギリギリまで故郷にいたいっていうナミイカさんの意思を尊重していたの。ならせめてもう少しそばにいさせてくれ。私にとって本当の母親みたいな人なんだ。頼む。しばらく二人だけにしてあげて。
ありがとうよ。反応はなかったが、おかげで最後に別れを伝えられた。最後じゃないよ。え？うん、それよりみんな私に聞きたいことがあるって顔してる。ああ、まずはみんなと状況を整理させてもらいたい。俺たちがドーム内に入ってから見聞きしたこと、それにこの町で得た情報を合わせても2つの異なる地域が融合してるって点は間違いなさそうだ。そして時間の流れのズレも、ナミイカさんの件があった以上事実としか言いようがない。とすれば、やはり2つの地域は次元の狭間を越えて混ざり合った可能性が高いだろう。いずれかの共存世界にあったスフェーンの国アレクサンドリアがヤースラニ荒野に転移してきたんだ。異論はないわ。問題はその規模の大きさだ。ボイドゲートのような事例はおろか、クリスタルタワーの転移とだって比較にもならない。これはいわば局所的な次元悪界。アシエンたちが霊災を通じて成していた世界統合だ。一体どんな技術が使われているんだ？ごめんね、私たちにもよく分かってないの。その共存世界っていうのも初耳だし、時間のズレについても本当に知らなかったんだ。私たちは遥か昔から障壁の中で生きてきた。それが突然こんなことになって。遥か昔から？障壁は転移に伴ってできたものじゃないの？数百年前、私たちの大陸では環境に大きな影響を与えるほどの大災害が発生したの。その環境汚染から身を守るために障壁が張られたんだ。なるほど。誰がどんな技術を使って成し遂げたのかはわからないけれど、もともとあった障壁ごとこちらに転移してきたわけね。つまりアレクサンドリアがトラル大陸に渡ってきたこと自体、スフェーンの望みじゃねえんだな。少し時間をくれれば君たちをエバーキープ、あっちに見えてる塔に入れるようにするよ。私の客人として機関システムに登録すれば居住区があるソリューション9には入れるはず。そうすればもう少しこの国のことがわかるでしょ。ゾラージャ王のいるところまで直接ご案内ってわけにはいかないんだけど。そこまでしてくれるんだ。お前がゾラージャと敵対してるってのは嘘じゃねえんだろ？けど仲が悪いのといなくていいのは別問題だ。私の目的はゾラージャを討つこと。共に国を治める立場としてお前は本当にいいのかよ。どうかな。でもこれだけは言えるよ。私はどんなことをしてでも大切な国民たちを守りたい。そのためにできることは何でもする。
それこそ国を治める王様だからね。それじゃあ早速登録してくるよ。少し時間を置いてからエバーキープの入り口に行ってみて。そうそう、君のお母さんカフキワさんのことだけど、アウトスカーツの東にあるサンダーヤードの方に行ってごらん。サンダーヤード、そこにお袋がいるのか。私に言えるのはここまで。大丈夫、行けばわかると思うよ。それじゃあエバーキープに入れるようになるまでサンダーヤードとやらに行ってみるか。さっきは私のわがままを聞いてくれてありがとな。それからこの30年ナミイカによくしてくれたことも礼を言わせてくれ。ナミイカ？一体誰のことを言っているのですか？誰って、いや、ついさっきまで一緒にいただろ。つまんねえ冗談はやめろよ。申し訳ありません。ですが本当にその方のことが記憶にないのです。どういうこと？知らないはずがないわ。だってあなたはアウトスカーツのまとめ役としてナミイカさんを気にかけてたじゃない。だとすればその方の記憶は雲の上に預けられたのかもしれませんね。こういった現象のことを私たちはそう表現することにしているのです。それでは私は仕事がありますので、これで。
何なんだこいつは。気をつけろ。ちっ、罠か。誰だって？いや、まさかこんなところにいるはずないと思ってさ、明るいところで顔が見えるように誘導してきたんだけど、やっぱり見間違えるはずないわ。エレネシパって？お前の母親になったんだ。あら、ひょっとしてあんたグルージャジャのとこの娘さんじゃない？うわ、懐かしい。時々エレネシパを遊びに行かせたっけ。ねえ、私のことを覚えてる？全く見覚えはねえが、親父のことを知ってるのか？こいつはどうやら俺のおふくろカフキワらしい。ごめん、どういうこと？まあまあ、立ち話もなんだから奥の部屋で話そうか。ったく、説明しておいてくれよな。ああ、ドームを突破してからずっと訳のわからねえことばっかりだぜ。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.